皆さんこんにちは。オフィス前見のあやねちゃんです。いつもありがとうございます。はじめましての方もありがとうございます。はい、今日はもう銀座丸館で、また超最新の新商品のお話ですね。ビヨンカツという商品なんですけど、お話をしたいと思います。まあちょっと冷え性でとかポカポカの温活してみたいなっていう方、よかったら最後まで見てみてください。ということで、そうなんです。結構今新商品が続々と登場してて、ひとりさんのおかげで、でいやまたご褒美みたいで嬉しいってみんな待ってるんですけど、その名もビヨンカツです。はい、嬉しいですね。なんか名前も綺麗で温かい、温活できるっていうビヨンカツです。で、まあ、一応、とはいえなんですけど、商品が登場するのは1月入ってからかなと言われてます。はい、で今モニターさんでちょっと先駆けて飲んでる方いらっしゃって、体験談続々と来てるので、まあ、お知らせでこの動画ちょっと撮ってます。はい、でこのビヨンカツですね、まあ、まず入ってるものちょっと気になると思うので、どんな商品かお伝えしますと、ここに書いてるんですけど、フラクトオリゴ糖、貝殻松、焼き貝殻松で焼いてるってなんか言ってはりましたけど、ね、はい、で飛発で生姜松で、高麗人参、人参松で、あとこれは酪酸菌などなどバランスよく入ってるということで、まあ 見るからねあったかそうなものが入ってますけどね。はいということで、なんかこのフラクトオリゴ糖というのもですよ、まあ知ってる方はご存知でしょうし、ちょっとまあ皆さんGoogleでググってもらってもいいと思うんですけど、なんか善玉菌の栄養らしいです。なんかまあ腸にいいんですね。はいで飛発とか生姜松はなんかポカポカ、なんか飛発もですよ、気になるんでネットでピューって見てたら、結構古代のアーユルヴェーダでも使用されていて、もう昔から、最強の薬草って言われてるって書いてましたよ。へーと思って、なんかいろいろこういうの見ると面白いですよね。はい、ということで、まあなんかもっと詳しく知りたいよっていう方は見てみてください、Googleで。はい、という、でこれもいつも毎度ながらなんですけど、単体でっていうよりはこのひとりさんのベストバランスがまたこれ最高で、楽しみで、1箱1万800円税込み1ヶ月分ですね。で粒なんですよね。でこの粒1日、30粒目安、30って聞いたら多分皆さんびっくりすると思う、びっくりされる方もいるかもしれないですけど、意外にちっちゃくてすぐ飲めるんで、まあ1回15、朝15、夜15とか、もう寝る前に一気に30とか、皆さんモニターさんはいろいろされてます。で気になる見た目はなんかこういう袋に入ってるそうです。これちょっと違う袋出してきてますけどこういう袋系に粒がいっぱい入ってるって感じで、多分袋は白くって、ここのマークは赤なのかな、なんかちょっと まだ確実なことわからないですけど、今の時点で、でまあビヨンカツって書いてるのが出てきます。はい、で私も、飲ませていただいて、そうですね、そうです、ちょっと体験談ちゃんと書いたんで見ます、すいません。でも良かったですよ。まず味が美味しくって、そうなんですよ、だから口に入れてもウェッとか思わなくて美味しいと思いましたね。なんかハーブティーみたいな味もしつつ甘い、私の味の感想はそんな感じです。で、実際飲んでどうだったかなんですけれども、そうなんです、飲んだその日、まあ、ビヨンカツという名前そのものですけど、夜ベッドの中ですごくあったかいなと思いました。で、まあ、布団も着てて、こうだんだん熱ってこもってくると思うんですけど、布団の中で暑くてしんどいとか寝苦しいとかはないんですよね。気持ちくてあったかいで、特に背中
背中とかお腹があったかくてポカポカしながら寝れました。なんで朝まで安眠熟睡ですね。ちょっと暑いと夜中目が覚めたりするんですけど、そういうことはなくてちょうどいい暖かさで朝まで安眠できました。結構それが嬉しかったです。で、寝る前と朝起きた時の尿ですね、まあ、ちょっとまあ、いつも透明っていうかさ、そうですね、透明感あるんですけど、ちょっと濁ってるというか、なんかデトックスされてるなっていう体感ですね。これ私の体感ですけど、そんな感じがしました。で、どうでしょう、ちょっといっぱいあってすいませんお待たせしております。そうなんです。で、やっと、あ、そうですよ、これが一番驚いた、そう、飲んだ日ですね、1日目、食事すごいボリューミーだったんです。夕方4時頃にカルボナーラ1人前、まあまあボリュームありますよね。で、そんな時間に食べてるにもかかわらず食欲が湧いて、7時半、夜7時半ですねにもまたナポリタン、パスタばかりナポリタンオムレツ食べて、鮭のおにぎりも食べて、で、あと揚げ物とかも食べたんですよね。だからもうすごくたくさん食べてる短時間に。で、その後寝るわけですから、普通はいつもそういうことするとお腹空かないんですよ、次の日。まあ夕方に、夕方3時ぐらいにならないと空かないんですかね。なんですけど、このビヨンカツを飲んで寝ましたら、まあ、翌朝すぐにお腹が減ってたんですよ。で、グーって大きい音が何度かなって、なんかもうお腹の中空っぽというか、お腹空いてるよっていう実感がしました。びっくりしましたね。私は普段もそんな3時頃にならないとこうお腹キューってなりだすっていうのはないんですけど、朝のそうですね9時、もう10時とかなんかすごいグー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 なってましたね、はい。で、まあそのお腹空いてすごく元気がないのかっていったらそういうわけではなくて、なんか自分の中でですけど、育ち盛りの子供の頃のようななんかこうパワー、なんか元気がみなぎってるっていう感じで、体も温かくて元気でしたね。それは本当にびっくりしました。まあ、これがわからないですよ。でもさっき言ってたなんかこういうのおかげがあるのかなってちょっと思ったり、はい、します。で、朝の洗顔時、だからこれ飲んですぐ次の日なんですけどね、お肌がプリプリで、まあ、この辺はいろんな商品、他の新商品も飲ませていただいてるので、そのおかげもあるかもしれないですけど、おでこはふわふわだったんですね。ふわふわって。で、それはもう絶対このビヨンカツを飲んだ次の日に実感したので、おかげかなと思ってます。はい。まあ、これが私の体験なんで、で、オフィスのみんなも、飲んでるので、またそれぞれ感じたことを言ってくれると思うんですけど、まあ、みんなあったかいあったかいって言ってましたね。なんかお肌もいい感じと思いましたけど、はい、ということで、まあ、楽しみですね。で、冷えって結構辛いですから、結構皆さん悩んでる方多いんじゃないですか、女性とか特に。なんで、これから寒くなってきますし、もう本当に飲んでほしいです、はい。ビヨンカツで、オフィスはいつも通りお一人様6個まで、6個です、6個まで受けてますので、もう絶対飲みたいっていう方とかはお見逃しなく前金予約してください。あと近くのお店さんとか通われてるところでも聞いてもらったら、ここビヨンカツっていうのが出るらしいけどどうしたらいいって聞いてもらったらいいと思います、はい。温活とあとこの腸に優しいのが入ってるので、私もそのお腹空いたなっていうのがやっぱり腸活できてるのかなと思います。まあ、このニコイチですね、やっぱり内臓冷えてたら動かないですし、こう活発になったのかなっていう実感ですね、はい。すごい伸びたいです。これ撮ってる表でも本当に12月入ってるんですけど、急に寒くなったんでそれこそ真由美社長も言ってましたね、これちょっと飲んでもうみんななくなったんですけど、もうなくなったら本当に寒いなって思うって言って、寂しいって言ってました、はい。で、まあ、実際ものですね、ものが登場するのは1月なので、まあ、前金予約はしてちょっと楽しみつつ、でも今飲むものどうするのっていう感じがあると思うので、まあ、今はやっとですよ、このひとりさんの HGH プレミアムと
まあ、こちらのヘイフル3ダイトも、まあ、ようやくやっとぐらいかな、あの今日追いついてきてるかなっていう感じなので、まあ、今はちょっとこれ飲んでいただいて、またあの これだけでも結構あの暖かかったり、まあ、私の場合はもうこれあのどっちも外せないですけど、こっちは本当にずっと言ってますね、私体重が減ったのにちょっと胸は大きくなったっていうのがあるので、もうこれ外せない。こちらも、たくさん食べても、あそうですね、こっちもですよ、そうたくさん食べても体重落ちた、はい1.2 キロぐらいかな、3週間で。なのでこれはもう今飲んできます。で年末年始ですね、お酒とかごちそう食べますから、まあ、両方飲んどいて、でちょっとこう1月これ楽しみに待ってるっていうこの感じですねはい、まあ、全部全部じゃなくても気になるものとか、まあ、とりあえずちょっと美容活は絶対抑えたいという方はこっち前着してもらったり、まあ、楽しんでやってみてください、はい、ということです。で、マルカンのファンでいてくださる方、ひとりさんのファンの方はもうもちろんご存知だと思うんですけど、まあ、初めてちょっと温活って気になるって言ってご覧いただいた方は、これ何のこっちゃって感じかもしれないんですけど、とりあえずこちら1月の、中旬ぐらいですかね、に新発売しますので、今ちょっと物がまだないんですね、モニターさんがちょっと試してるっていう段階ですので、気になる方は前もって予約をしていただければと思います、はい。で概要欄にお問い合わせ先、お近くのお店、近くにお店あるかなって見るところも載せておきますので、よかったらそこから、調べて予約してみてください、はい、本当いいですよ、はい、私これだから飲んでる時とかは本当にあの普段この時期って寝る時服3枚ぐらい着てる時あるんですけど、まあ、薄いのですよ、本当にあの半袖の上にピロってカーディガン着てるだけで寝てたりしてたので、ポカポカしてて本当に良かったです、はい、だからお悩みの方にはちょっとお試しいただきたいですね、はい、ということで、発売しますよという動画を撮ってみました、はい、ありがとうございます。はい、この動画がいいねと思ってもらえたら、いいねボタンと、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。ここからは大西真由美の嬉しいお知らせコーナーです。イエーイ。突然なんですが、皆さん、こんな経験ないですか？あ、サプリ注文するの忘れてた。もう明日の分がないよとか、毎月注文するのめんどくさいなとか、そんな経験ありませんか？そんなね、皆様のお声をいただき、定期便ができました。イエーイ。毎月決まった日に商品をお届けする定期便です、皆様の毎日の健康のために、そして安心のために、定期便をぜひご利用ください。詳しくは下の概要欄のお店さん、またはオフィスまゆみの方までお問い合わせください。以上、大西まゆみから定期便のお知らせでした。